じゃあ、もうちょっと。ちょっと静かになった後で申し訳ないんですけど。よっしゃまずは一言挨拶させてください。はじめに矢部さん。3年前に佐川印刷がなくなって廃部になって、その時に僕を拾ってくれた。ありがとうございました。3年間夢を見て、走り続けたんですけど、なかなか目標は達成できず、活躍もできず。でも、今日みたいに毎試合ヒーローになってたら、満了にならずに済んだかな。ああでも、残ったこのメンバー見てください。なんとまあ、頼りない。いけんのか、お前ら。いける？もう残ったメンバーに勝つしかないんで、あとは残った選手に活躍してもらいたいと思います。スポンサーの皆様、本当に3年間ありがとうございました。 JFL でなかなか昇格できず苦しい成績なのにずっとサポートしてくださってありがとうございます。いつか J1、J2 とか上がっていくと、あの時からサポートしてくださってたスポンサーっていうのは絶対名前が残ると思うので、これからも引き続きサポートしてください。お願いします。それからサポーターの皆さん、何食べてる食べてる、サポーターです。やっぱりみんなが大好きで奈良クラブに来ました。でも今見てるとちょっとこっちのメインスタンドの皆さん、奈良クラブにとってはめちゃめちゃ重要な皆さんです。でも着てる服の色見てください。その温かそうなジャケット家帰って青に染めてきてください。染色やっぱりこのスタジアムは青色に染めて、これから4000人5000人たくさん入ると思います。その時に、あ、私も青色着てこなあかんねやって思わすように皆さんの力を貸してください。だからその黒のモンクレーのダウン青色に染めてください。めっちゃ似てるやん、めっちゃ似てるやん、めっちゃ似てる。こっちもまだユニフォーム着てない人いますね。それからお世話になった黒物、僕の1年間これをしてくれてありがとうございました。カズマありがとう、ありがとう、私もありがとう。試合の日休ませてくれてありがとう。それから田原本町学堂の皆さん、みんなサッカーめちゃめちゃ下手くそやけどサッカー習ってないから、でも本当にサッカーが好きでスポーツが好きで、土日は野球習ってるけど学童サッカー教室の時はサッカーをやってくれる、そんな子供たちがこれから奈良にはどんどん増えてきます。この奈良クラブを中心として奈良が大きくなっていつか観光名所になるようなそんなクラブになっていくと思うので、その夢の続きを皆さんここに座った人がよろしくお願いします。あと頼みましたよ。まずはまだ2時間残ってんで、ね、2時間、ね、2時間はやめろ、もうだ、もうだじゃない、ショータイムだよ、ショータイム、奈良クラブ大好き、みんなのことは大好きやぞ。あぶん、田口よおい、膝大丈夫か、動くか、来たやつおらんか、来たやつおらんか、前列増えてこっちが減らしてもいいぞ。カイジ君、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 カイジ、そっちは残るやつか、裏切り者ってことでいいか、どっちが仲間やな、あれマジ思ってる、マジ思ってる、いやいや、こっちがいいか、いやいや、マジ思ってる、マジ思ってる、じゃあ最後に皆さん
さん一緒に踊ってくれますか。アタ君ね、昨日アルミンすごかったよ。メインの人もみんな踊ってた。恥ずかしがらんと、アタ君ね、一緒にあらららって踊ろう、踊ろう。これ最後やねん、やってーよ。とりあえず、とりあえず一回立ちましょう。肩くんで、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